連載第1回目は、ギャラクシーサイエンスフィクション誌1952年1月号の表紙を飾った。分解された男あるいは、破壊された男は、アルフレッド・ベスターが1953年に発表した SF 小説、ベスターの長編1作目。1953年の第1回、9号賞の受賞作である。テーマは、エスパーによる24世紀のマンハント劇で、 追いつを罵列の人を演じる警察小説でもある。1951年より、ギャラクシーサイエンスフィクション誌に連載され、連載中から話題を呼び、1953年に単行本にまとめられるや、95章を受賞する。絢卵とした目新しさを持つ文体と、視覚効果を狙ったタイポグラフィが使用され、独創性があった。一時期、 ベスターバリの文体と消活字から大活字へのクレッシェンドが模倣され、雑誌と単行本に氾濫した。時は24世紀、テレパシー能力を持つエスパーが社会で活躍しており、エスパーギルドには、第3級のエスパーが10万人、第2級のエスパーが1万人、第1級のエスパーが1000人弱の加盟者がいる。エスパーの活躍により、計画殺人は不可能となり、 成功した例はなく、捕まれば最高刑である、分解の刑に処される。モナーク物産の社長ベン・ライクは、顔のない男の悪夢に悩まされており、第2級エスパーである、精神科医に、顔のない男の正体が、ライバル企業であることを指摘される。ライクは、ライバル企業の社長ドコートニーに共同提携を、提案するが拒否され、ドコートニーの殺人を決意する。ライクは、 第一級エスパーを買収し、協力を得て、殺人を実行するが、被害者の娘に目撃された上に逃げられる。第一級エスパーである、刑事部長のリンカン・パウェルは、被害者の娘を見つけ、ナイクの犯行を確信する。しかし、殺人の動機が解明できず、逮捕を断念する。一方、ナイクは、まだ顔のない男に怯え続けていた。ありがとうございます。